ブロードウェイ橋は,はニューヨーク市マンハッタン島のインウッドと運河によって島とは隔てられマンハッタン区の一部であるマーブルヒルの間のハーレムガー運河を横断する。この橋は国道9号線に指定されたブロードウェイが走っていることから名付けられた。橋には道路の上には地下鉄のブロードウェイ7番街線も通っている。この路線には橋のすぐ北側に マーブルヒル -225 丁目駅が存在する。ハーレム川に新しいルートが完成する前、マーブルヒルとブロンクスの境の川を横断していた、この地域の橋は、キングス橋と名付けられた。ボストン郵便道路とオールバニー郵便道路は、この橋を通っていた。1895年1月1日に開通した、後の橋は、運河に架けられた。 1962年1月1日に開通した現在のブロードウェイ橋は船の航行が可能な93メートルの幅で海峡時の高さは41メートルである。平橋時では橋の高さは7.3メートルとなる。新しい2倍のものと取り替えられたブロードウェイ橋の初期のイタレーションはユニバーシティハイツ橋の建造に再使用された。1906年6月、 古い橋は川の下流へと浮かばせ、新しく建設された中央埠頭に置かれた。すべての新入路や他の構造が完成した後、1908年1月8日にユニバーシティハイツ橋は開通した。2008年、橋を運営、維持するニューヨーク市交通局は、両方向の1日平均交通量が33,266台と報告した。ピークは、 1990年の42,555台だった。ブロードウェイ橋には上部の一系統に加え、またニューヨークシティトランジットの運営する BX7 と BX20 番の路線バス、またバスの運営する BXM1 番の急行バスが通っている。平日の平均乗客数は BX7 番が14,672人。 BX20 番が939人である。また BXM19 行バスの平日平均乗客数は1604人。ありがとうございます。